オーブの近くで開かれていたバザーで、俺は珍しい偵察用バクーの頭を手に入れた。ところが、その途端にザフトの連中が俺を狙ってきやがった。キサトやリーアムはザフトに返せって言いながら、でもこんな珍しいメカ惜しくって返せないぜ。それに力ずくで取り返そうってのが気に入らない。よし、レッドで相手になってやる。ジャンク屋の意地を見せてやるぜ。もうあんなの捨てちゃえばいいのに。敵はシグーだよ。数もすごいよ。相手は戦いのプロなんだから逃げられないよ。きっと全滅させない限りどうにもならないんだから。でもね、戦うなんて無茶だけど、私応援するからね、ロウ。出撃します。よろしいですか。俺に任せときな。行くぜ。シグーか。まあ、おい、なんてやつだ。もうやったな。これ以上やらせるか。の分際ででも私が来たからには好きにはさせない。投降するなら今のうちよ。ジャンク屋の分際だと。俺はジャンク屋に誇りを持ってるんだ。どうなんてすんだよ。あったれ。やらせるかよ。うそだ。この程度、そんな腕で当たるものです。カジバの天才だぜ。落ちなさい。ほら、しっかり狙いなさい。大丈夫、大丈夫だから。そんな腕に当たるものです。これ、それにしてもお前の期待は真のバイオシマか。そもそもはもしかしてビーム、ビームを実用化に成功したのか。コンドームよ、ノウハー、あったれ。よっしゃ、こいつはどうだ。当たっちゃった。気にしない。ほら、しっかり狙いなさい。勝てたぜ。俺は戦闘のプロじゃないが、メカのプロ。メカ戦で負けるわけにはいかないからな。ジャンクやローギュールはこの後も戦争という時代を自分の考え、生き方を貫き通し、したたかにたくましく生き抜いていった。そして戦いが終わり、終戦を迎えた時、彼と彼の所属するジャンク屋ギルドが
戦後の復興に大きく貢献することとなってゆく。俺はジャンク屋。壊れたものを回収し修理するのが仕事だ。今世界は戦いに明け暮れて壊れちまってるようなもんだ。だが俺はこの壊れた世界だってきっと直してやるぜ。この相棒のレッドフレームと一緒にな。